皆さんこんにちは、モノモースです。今日のお話は、日常のスキンシップをもたらす思わぬ影響について、まずは、頭ポンポンがセクハラとして問題視されている事例からスタートしましょう。タレントのデカヨシちゃんは頭ポンポンをセクハラとして訴え、これは意外と多くの人が体験していることが話題になりました。信じられないかもしれませんが、これは岐阜県岐南町で99件のセクハラが認定され、町長までもが辞職を余儀なくされた事例の一つなんです。では、私、モノモースはどう思うかというと、私はこの問題がより広く認知されるべきだと強く感じ なぜなら、スキンシップ、特に頭をポンポンとする行為は、一見もがいに見えても、受け取る側の感じ方によっては大きな不快感を与えかねないからです。例えば、頭の触られ方には文化的、個人的な背景が大きく影響します。日本では、頭を触る行為が親しさや愛情の表現と捉えられることもありますが、これはカジュアルなスキンシップとして適切かどうかは疑問です。実際、コメントからも頭を触られる行為に対する不快感を表明する声が多くありました。ここで話を深めて、反対意見にも目を向けてみましょう。一部の人は、 好きな人や恋人同士であれば問題ない、時と場所を選べば受け入れられる、と述べています。これは、相手との関係性や状況によってスキンシップの受け入れ方が変わるという事実を示しています。しかし、重要なのは相手の感情や境界線を尊重することです。こうした行為がセクハラと見なされる背景には、その行為が相手にとって不快であり、相手の同意なく行われることが多いためです。結論として、私たちは他人の身体に触れる行為について、より慎重であるべきと考えます。また、頭ポンポンを含むスキンシップは共通の了解の とで行われ相互の尊重に基づいている場合のみ受け入れられるべきだという立場を取いますどんなに些細なスキンシップも受けての気持ちを第一に考え思いやりの心を持って行動しましょう最後までお聞きいただきありがとうございましたこの問題についてあなたはどう感じましたかコメントでぜひお聞かせくださいモノモースでしたさようなら